李渉は、中華民国の軍人。日中戦争、国境内戦などで活動した、国民革命軍指揮官で、国民政府の台北遷都後もビルマ連邦で反共の軍事活動を継続した。字は平に。号は、文教。阿久里省県立中学を卒業後の1925年、候補軍官学校第4期風評科に入学した。卒業後は、国民革命軍第3軍、軍官教育団中尉配長として配属されている。南昌起義では、所属部隊が蜂起したが、李渉は参加を拒否して離脱、南京に逃れた。その後、四川省での軍務等を経て、1930年に第59師、第350弾上校団長に昇進している。1933年から1935年にかけて、李渉は中国共産党の第5次掃討作戦や調整部隊の追撃に従事した。1936年、厚生省憲政人員訓練班で訓練を受け、訓練期間満了後に、同省の隋正県で県長を務めた。その後、同省の寧都県に移り、同県保安副司令権保安第16団団長となっている。日中戦争が勃発すると、李渉は、第36軍新編、第23師、第1たびたび長に任ぜられ、前線に出撃する。1939年、第36軍第5師副師長に昇進し、第1次調査海戦や桂南根論石海戦に参戦した。翌年には、夏目代海戦に参戦し、この時の軍功で、第8軍栄誉第1師師長に昇進している。1942年、第8軍副軍長兼湖南省、水師管区司令に任ぜられた。1944年5月、第8軍が中国遠征軍に編入されたことに伴い、雲南省西部に移駐する。7月、軍長の何章周と共に、柳陵県松山高地を攻略、日本軍を殲滅している。この軍功により、翌1945年1月、李は第8軍軍長に昇進した。日中戦争終結後、李渉の第8軍は、雲南省を離れ、山東省の県、正覚県に駐留した。1948年7月、第8軍は、徐州に移り、李渉は、第13兵団司令長官に昇進、淮海戦役に参戦する。しかし、この戦役で、中国国民党側は中国人民解放軍に、大敗、1949年1月に、第13兵団も、全軍覆滅となり、李は、身一つで、上海へ逃亡した。同年5月、李は、第13兵団再建を命ぜられ、福建省で、軍備補充、再訓練を行った。その後、第6編連司令部司令も兼ね、8月に、雲南省入りし、雲南省政府主席路官の下に配属されている。しかし1949年12月、路官は中華人民共和国側に転じる危機を宣言する。その際に、李渉は、張軍や第26軍軍長余程満らと共に、炉により拘留されてしまった。間もなく国民党軍が、昆明攻撃に動いたこともあり、炉はその動きを緩和しようと、張や李を釈放している。釈放された李は、第8軍に戻り、部隊を率いて、雲南省南部に逃走した。1950年1月、李渉は、一旦台湾に逃れたが、同年9月、再び、中国、ビルマ連邦国境に戻る。そして残存していた、国民党部隊を再編して、反共興にわか、救国軍店南辺区遊撃第一重隊を、組織、さらに、雲南省政府主席兼雲南水税公署主任に、任ぜられた。この部隊は、アメリカの支援も受けており、後に、雲南反共救国軍遊撃総部、東南アジア人民反共連ね軍などと、改称している。しかし、ビルマ連邦政府は、ビルマ連邦領北部を根拠地とした、李渉とその部隊の活動に激怒し、ビルマ国軍を動員して、掃討作戦を開始した。李も、反政府勢力と手を結んで反撃し、台湾、ビルマ関係、アメリカビルマ関係の悪化も含めて事態は泥沼化してしまう。結局、ビルマ連邦政府が国際連合でこの問題を取り上げようとし、李にとっても戦況が不利となったため、ついに1953年12月から李と、その部隊は台湾への撤退を余儀なくされている。この撤退は1954年に完了し、翌年、李も台湾に引き上げた。台湾に戻った李は、三軍連合大学や国防研究院で訓練を受けている。後に、国民大会代表や国民党、第7期中央委員候補、第8期中央委員、第9期10期中央評議委員などを務めた。1973年12月7日、台北市で心臓病のために死去。享年72。ありがとうございます。